牛肉、甲子肉及び混合された肉を鉄串に突き刺した状態で直火で焼いたレバントの料理。食材の肉は食べられるために肉の塊から切断され余った肉は回転する串で熱せられる。シャワルマという料理は皿に乗せられた状態あるいはラップサンドイッチなどとして運ばれてくる。シャワルマは一般的にタブーレ、ファットウジュなどのサラダや トマトやキュウリといった野菜と共に食べられ、また、タヒーニ、フムス、カブの漬物などがトッピングされることもある。関連した料理としては、トルコのドネルケバブやギリシャのギロピッタなどが存在する。鉄串にスライスされた肉を刺して、焼いたり、串に積み重なったまま肉をそぎ落とす調理法は、19世紀のオスマン帝国で開発された。これを最初に取り入れたのがドネルケバブであるが、 それはシャワルマ、ギロピタなどの起源となった料理である。シャワルマという言葉は回転を意味するトルコ語のサバムという単語に由来する。似たような命名の規則がドネルケバブのドナーやギロピタなどにも適用されたが、いずれの言葉も回転させて炙るといった調理のメカニズムを参照している。ありがとうございます。